次にゴミ対策課からゴミ減量のための方法などについて市民の皆さんに実践してほしい情報をお届けするゴミダイエット通信です。今回は剪定した枝木の資源化についてです。ゴミ対策課の木見田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は剪定した枝木の資源化についてのお話ということですね。はい、お庭の枝木などを剪定した際に出る枝木は長さ40センチメートル未満、太さ8センチメートル未満にしていただければ燃やせるゴミとしてお出しいただくことができます。一定量までであれば無料でお出しいただくことができますので、ご家庭などで剪定された枝木はゴミとして出されているのが現状です。確かに燃やせるゴミとして出してしまいますよね。その枝木がゴミではなく資源としてリサイクルできるんですね。はい、市民の皆さんの自主的なリサイクル活動をお手伝いし、ゴミの減量を目的とした剪定し資源化支援事業を行っています。ご自宅などにお伺いして剪定した枝木を専用の機械で細かく砕いてチップにします。そのチップをご自宅などで再利用していただくことでリサイクルになり燃やせるゴミの減量につながります。この事業は個人の方だけではなく事業所や集合住宅の管理組合の方々もご利用いただけますので、ぜひご利用いただければと思います。なるほど、自主的なゴミ減量やリサイクル活動への取り組みに対しての支援事業なんですね。それでは利用申し込みの方法について教えてください。月曜日から金曜日の午前8時30分から5時15分までの間にお電話でゴミ対策課に申し込みをしていただきます。申し込み時に剪定した木の種類と剪定した枝の量を伺いますので事前に確認してください。枝木を剪定する際は太さ直径8センチメートル以下、長さ1メートル以下に剪定していただき、枝木をまとめる際は向きを揃えて直径30センチメートル程度の束にしておいていただくと作業が円滑に進みますのでご協力をお願いします。作業当日は専用の機械を積んだトラックで訪問し枝木をチップ化します。作業は年末年始を除く月曜日から金曜日に行いますが、祝日でも伺うことが可能です。出来上がるチップの大きさは一次破砕ではだいたい3センチメートル程度になりまして、一次破砕したチップをさらに細かくする二次破砕もありますので用途に応じてお選びいただけます。作業終了後はチップをすべてお渡ししますので再利用していただければと思います。チップ化したものは資源としてどのように利用するのが良いのでしょうか。はい、一次破砕した3センチメートル程度の大きさのものはウッドチップとして通路などに敷いたり、雑草の発生防止としてお庭に撒いたりするのに適しています。さらに細かく二次破砕したものは土などに混ぜてしばらく置いてから堆肥にするというのが主な利用方法です。剪定した枝木は燃やせるゴミというイメージがあったんですが、資源として有効活用できるんですね。チップ化する枝はどんな木でも大丈夫なんでしょうか。はい、チップ化できない種類が一部あります。例えば竹や笹、シロなどの硬い木、漆や強竹糖などの毒性のある木、イチョウや松など油分が多い木などはチップ化することができません。対象外のものは他にもありますのでゴミリサイクルカレンダーでご案内しています。枝の太さとして直径が8センチメートルよりも太いものは機械の故障原因になりますのでチップ化することができません。また枝木の中に石、土、虫などの混入が多い場合も現地でお断りさせていただく場合がありますのでご理解のほどお願いします。なるほど、対象となる木の種類に注意が必要ということなんですね。実際に利用される方はどのくらいいるんですか。はい、平成19年の10月に事業を開始しまして令和2年度までで延べおよそ7500件、チップ化した量はおよそ790トン、その分の燃やせるゴミを減量することができました。自分が実際に減量した量が分かるのがいいですね。はい、このチップ化の事業についてはゴミリサイクルカレンダーの24ページでご案内しています。
また地方や FM 放送などでもたびたびご案内しております。より多くの市民の皆さんにこの事業を知っていただき利用していただくことがゴミの減量資源化になりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。ゴミ対策課の君田さんにお話を伺いました。